皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは断る勇気を持つということについてお伝えしていきたいと思います。私はもともとですね、法人の時とかもそうなんですけど、営業職が多かったんですよね。で、責任者である立場の時もあったし、ワントッププレイヤーとして稼ぎ高を稼ぎ続ける営業であった時もあるんですけれども、その時にですね、やはりですね、イエスノーをはっきりしてないと非常に大きなトラブルに巻き込まれるケースが多いんですよ。これはできる、これはできないっていうね。だから曖昧に引き受けてしまったがために、相手の期待が過度に大きくって、それに対して出来高が悪いと不満と、場合によって大きなクレームになるっていうケースが多いので、やれることを努力するっていうのは必要なんだけれども、もうできないなって、明らかにできないなっていうことは断ってみるっていうことも大事だったりします。自分の成長のために引き受けるって決めてやるんだったら、それはもう本腰入れてやった方がいいんですけれども、今の自分の力量ではちょっと無理で逆に迷惑がかかるなっていうふうに思ったら、相手の人がね、何と言ってこようとも自分でそう判断したんなら断るっていう勇気を持った方がいいです。相手の方って案外適当っていう方変なんだけど、自分にとって都合にいいようにしか考えないので、引き受けてくれるか引き受けてくれないかっていう範疇においてはすごく下手に出る時とかあるんですよ、引き受けてほしいがために。ところがですね、一旦引き受けると期待値が膨れ上がるので、その無理してお願いしてやってもらったはずなのにっていうのがどっかに消し飛んでですね、いきなりこうわがままな状態になっていくようなケースっていうのも多々あるんですね。私そういうタイプのクライアントさんとかを見てきたこともありますのでね、会社員時代からも含めてですけれども、だからその人ととか、その事案イベントと自分がどういうふうに向き合いたいかっていうことは自分で決めていいんですけれども、小さな話とかだとあれですよね、会社の飲み会とか嫌だったら別に行かなくていいと思ってるんですよ。で、じゃあ私は嫌だったから行かない人だったのかって言ったら、いや別に嫌じゃなかったから行ってましたっていう感じですね。やっぱ飲み会の席だと、なんか素の話が聞けるっていうか、怖いと思ってた先輩が案外そういう考え方するんだとか、家の話とかね、ペットの話とか、過去の話とか聞いて、それで人柄的に好きになって、なんかこう思ってた印象と違ってた人だったので、それが結果として日常の業務もね、円滑に行くみたいなケースとかもあったので、環境とかね、状況によってはもちろん飲み会とかね、行けないような時とかもあったりとかすると思うんですよ、世間的な環境も含めて。なので要はポイントは行きたいか行きたくないかだけなんですよ。で、私行きたくない飲み会とかは普通に断りますので、用事が本当に入ってる時もあれば、気が進まないっていうことでね、1回2回ぐらいは違う事情でもしや断るかもしれませんけれども、あまりにもずっと毎回誘われるんだと本当は興味がないんだっていうことをちゃんと伝える時が来ますね。そうすると相手は誘ってこないので、お互いにいいじゃないですか。だから断る勇気っていうのは、それによって嫌われる程度のですね、人間関係だったら、その相手のことを尊重していない人間関係になるので、ご都合主義、都合よく扱われてるんだなっていうふうに思って、その人と距離を置くっていうことだってあってもいいと思います。だから基本的に女性の場合には断るっていうことを上手にできるタイプの方が少ないようにお見受けしますので、断ったからといって全てがなくなるわけではありませんので、ちゃんと自分に合う素敵なふさわしい方がちゃんと目の前に現れてきますから、自分軸ですね、自分がどういうふうにしたいのかっていうことを自分でしっかり決めて、断る断らない決めていくっていうね、決断がね、メインになりますので、そういうふうにして動いていっていただければというふうに思います。それでは。